皆さんこんにちは、ミュージカルイフゼンに出演いたしますルーカス役の平方元気です。はい、いやすごく楽しくてあっという間に終わってしまいました。なんか普段ミュージカルだとこうものすごい衣装を着たりものすごくメイクをしたりっていうこともあるんですが、今回はすごくラフな格好で緊張せずに撮影することができたのでとても楽しく撮ることができました。はい、普段最近ほらマスクをするじゃないですか。僕メガネたくさん持ってるんですけど、マスクとメガネはあんまりこう一緒にしちゃうとね怖いなと思うのであまり最近かけなくなってしまったので、こう舞台上でかけることができて嬉しいなと思ってます。はい、シアタークリエという劇場、僕すごく好きな劇場でして、その劇場で濃密なお芝居をできるというのはすごく嬉しいなという気持ちがいっぱいだったのと、演出の小林さんとまたお芝居ができるのが非常に嬉しくて、それを一番最初に、はい、思いました。イフゼンということで、もしその時ということですよね。日本で言うと、日本語で言うと、いろんな選択をしながらこう人は常に前を向いて歩いていってると思うんですけれども、僕の役もそうですけれども、それぞれの役がいろんな選択をしていく中でドラマがいろんなところで見えてくる複雑な構造にはなってるんですけれども、その分濃密な豊かな物語になってますので、いろんなところで台本上舞台上で物語のうねりが起きると思っております。そのなんだろうな、ドラマティックな内容を細やかに丁寧に仕上げていきたいと思いますので、それを2021年の幕開けで皆さんに披露することができてとても嬉しく思ってます。はい、今まで見たことのないような平方元気だったり、あとはそうですね、初共演させていただく方々ばかりなのかな、まあ主演のゆずきさんともご一緒するの初めましてなので、楽しい稽古場、そして実りある稽古場にして、お客様にたくさんのものを受け取っていただける舞台にしていきたいと思っております。ぜひシアタークリエ劇場にお越しください。